こんにちは、うさまめたいむです。きつけば12月、1年も早いものです。1日の最低気温は0度の時もありますし、こんな時はストーブの前で温まるに限ります。とストーブの前を陣取っている子がいますね。まめちゃんは部屋の隅でくつろぐことが多いですが、最近はストーブの前もお気に入りになってきました。あったかい風が出てくることを知っているのでしょうか。しかし、まめちゃんがこんなに近いとやけどしないか心配なので、スイッチは切ってあります。それでもストーブの前から離れようとしません。冬ならではの光景で可愛いですね。可愛いので写真も動画も撮ってしまいますね。今度はスフィンクスのポーズをしてくれるみたいです。よーしよーし。ボールで豆ちゃんに遊んでいただきました。しかし豆ちゃん、ストーブの前は狭いから向こうのテレビの前で遊ばないかい？ダメかな？そうそう、こっちの方が広いでしょ？走りやすいんじゃないかい？こっちでくるくるボールで遊ぼうね。しかししばらくすると、彼はボールを前にしても考えるようになりました。やっぱりストーブの前がいいのかな？なんとなく不満げな表情をしている豆ちゃん。よっしゃ、そういうことなら存分にストーブ前で遊ぶがええで。ストーブ前に戻ってまいりました。豆ちゃんとボール遊び再開です。さあ、僕からボールを取れるかな？あっさりボールを取られました。さすが浜目ちゃん。そしてぼーっとストーブを眺めたかと思うと、毛づくろいをして、僕の周りをくるくるする遊びをするのでした。かわええやんけ。そしてミッフィーのブランケットに包まれて妻になでなでされる豆ちゃん。どうやら吸われているようです。妻は1日1回以上豆ちゃんのいい匂いを吸わないと落ち着かないようになってしまったそうですわら。同じように飼っているウサちゃんの匂いを嗅いでしまう人はコメントで教えてくださいね。ということで、冬のルーティン動画のような形になりましたが、今回は以上です。寒いので皆さんも暖房しっかりつけて風邪ひかないようにね。それでは次回の動画でお会いしましょう。